文久2年オランダにいて、右から柴田武中、福沢諭吉、大田玄三郎、福田作太郎施設団の主要メンバー。左から、松平康直、竹内康則、京国高明、柴田武中柴田武中田施設一行。左から2番目が、福沢諭吉文久剣王施設は、江戸幕府が、オランダ、フランス、イギリス、プロイセン。 ポルトガルとの修航通商条約で交わされた両校及び両との開港会支援機構賞と、ロシアとのカラフト国境確定交渉のため、文久元年にヨーロッパに派遣した最初の施設団である。聖師は竹内康則、副祉は松平康直、目付は京極高明であった。このほか柴田武中、福地源一郎、福沢幸吉、 松木広安、三り周辺らが、一行に加わり、総勢三十六名となり、さらに後日通訳の森山栄之助と、淵部徳造が加わり三十八名となった。竹内剣王施設とも、その他三施設の家来が二名ずつと柴田の従者一名、まかない方見小遣い屋とい人として七人いたが、各藩の藩主も含まれていた。文久剣王施設皇帝。 高島助弘が大伝号。高島助弘がナポレオン三世に越見する、施設団ロンドン万博を見学する、施設団万円元年憲兵施設を見た、オールコック中日英国公使やベルクール、中日仏国公使の幕府を呼び、本国政府に対する画策が走行し実現した。オールコックは当初開港延期交渉に関しては、反対の立場をとっていたが、 幕府の内情を知るにつれて、これを支援するようになった。また、自身の休暇帰国を、一行の日程と合わせ、交渉のサポートを行うこととした。文久元年12月22日、一行は、英国海軍の蒸気フリゲート、オーディン号で、欧州に向かって、品川港を出発した。長崎、英領香港、英領シンガポール、英領西論。 英領イエメンを経て、エジプトスエズに上陸、鉄道で、カイロからアレクサンドリアに出て、船で、地中海を渡り英領マルタを経て、マルセイユに入った。パリに到着、フランスと交渉したが、開港延期の同意は得られなかった。その後、カレーから、英仏海峡を横断、文久2年4月2日、イギリスロンドンに到着した。ここで、日本の内情を知るオールコックが、 休暇帰国するのを待ち、オールコックの協力を得て、同年5月9日、日本国内の事情に鑑み、兵庫、新潟、江戸、大阪の開港、開始を5年延期し、1868年1月1日と、する、ロンドン覚書が調印された。その後、オランダ、プロイセンベルリンと、他国とも同様の覚書を締結した。その後、ロシアサンクトペテルブルクに入る。 しかし、カラフト国境確定に関するロシアとの交渉は合意に至らなかった。袋ではカウナス、プロイセン王国、フランス帝国を経てポルトガルを訪れた。キロは英領ジブラルタルを経由、王路とほぼ同じ航路をたどり、文久2年12月11日、約1年間の旅を終え一行は帰国した。ロンドンには、 ロンドン万国博覧会に合わせて滞在し、何度も会場を訪ねて、熱心に見学した。一行の姿は、奇異な目で見られた一方、礼儀正しい態度振る舞いは感心された。ロンドン万博の日本コーナーには、オールコックが収集した品が展示され、日本の物品が展示された、最初の万博となった。日本の展示品は、現地では絶賛されたが、施設団は、 骨董品のような造具ばかりで荒物のみを出品していると嘆いた。なお、5年後のパリ万国博覧会には、幕府と薩摩藩がそれぞれ参加することになる。一行は、ロンドン登竜中、産業革命を経験した、イギリスの鉄道や国会議事堂、バッキンガム宮殿、大英博物館、電信局、海軍交渉、造船所、重機工場などを訪れた。その中には、 1860年に集結した第二次アヘン戦争で活躍したアームストロング法もあり、一行が制作過程を視察した6年後の母親戦争で使用されるに至った。欧州滞在中の一行の姿はナダールによって写真に収められている。ありがとうございます。